今2速3000回転ぐらいっていうんですかね。はい、ということで今日キングバイヤーからご紹介するお車はこちら、チェイサー100系ですね。なんかかっこいいね。この黄緑のアルミホイールがね、もう雰囲気出してますし、このオーバーフェンダーがね、またこれね、かっこいいね。ねえ、この色のコントラストがね、いいね。ダークグリーンに蛍光黄緑のアルミホイール、ドリフトしようっていうやつですね。こちらをちょっとご紹介したいと思います。まずね、外装、パッと見た感じね、大きく何かっていうのはなさそうなんですが、フェンダー、これ車外のフェンダーが入ってるんですけれど、まあ、フェンダーの先っちょね、ちょっとクリアが剥がれてる箇所が少しありますね。クリア剥がれ、これは、左右ともですね、先っちょの部分だけ塗りが余ったかったのかな、なんか、クリア剥がれですね。まあ、それ以外はね、まあ、取り立ててその直さないといけないような大きな傷へこみはないかな。まあ、ちっちゃい傷はね、ありますけど、そんなに目立つような、何かはないですね。珍しい。あ、バンパーもね、しっかりついてますよ、すごく。ガタガタしない、あのブラブラなね、車も非常に多いんですけど、100系は全然ガタガタしないですね。バンパーもフロントのね、オーバーフェンダーはこれは汎用品かな、多分ここで合わせてカットしてありますね。フロントのヘッドライトも非常に綺麗です。ね、前ぶつかってるとね、右と左でなんか色味が違ったりするんですけど、そういったこともないですね。左側助手席横、まあ大きくやっぱり傷とかへこみはないですね。リアのオーバーフェンダーでかい、伊藤オートさんのね、 V1 オーバーフェンダーやつみたいですね。塗装はね、塗装跡はね、まあ、車外のフェンダー、ドアでこういった加工なんかもあるんで、まあ、前から後ろまで、ね、塗った跡はありますね。ただまあ逆に塗ってるんですごい綺麗です。リアバンパーもシャドウね、がっちりついてますよ、ガタガタしない。運転席側のクォーターに、まあ、タッチペン5センチぐらいかな、タッチペン跡、それぐらいかな。 あと助手席後ろリアドアにエクボが1箇所ですね。まあ、それもほとんど目立たないですね。サイドステップもなんかね、ガタつく、ここはね多少ガタつくな、後ろ止まってない、フロントガラス、まあ、ちっちゃな飛び石の傷とかはねありますけど、まあ、やっぱりなんか交換しないといけないとか気になるような大きなものはないかな。まあ、ほぼ直さずにこのまま乗っちゃっても全然 OK だと思いますね。
まあ唯一ねコレクターと走らないでね綺麗なまんまで取っときたいというんだったらねこれ抜いちゃってもいいかな。まあでもそれぐらいですよね。本当に綺麗。ちょっとねボディ中も見ていきます。あ、これはねダメだね、メッキのドアハンドル、メッキが剥がれちゃってますね。運転席他は大丈夫だね。まあ一番やっぱり手かけるところだからね。まずはねボンネット、なかなかいじってるね。ボンネット、まあ、外した形跡がないよね。フェンダーは車外の FRP フェンダーなので、まあ、このコアサポートのね接合部分とか、コアサポート周り、それからこのフロントのサイドメンバーの先端とかね、サイドメンバー周りも前側お直しはなさそうですね。大丈夫そう。でね、これ、JZX100-BTMVZ、BTVMZ、これがね、M、純正5速を表してますね。乗せ替えではないよっていう車ですね。うん、灰はねすごい綺麗ですよ。サビもないしね。というか大きく凹んでるとかっていうのもなさそうだし、まあ、ここだけねサイドメンバーリアのとこだけちょっと凹み、まあ、原骨台まではいかないけれど下からの打ち上げかな。あるぐらいでボディ自体はやっぱりすごいしっかりしてますね、うん、トランクルームチェックします、うん、あ、ドリシャなんでねガッチャガチャのトランクいっぱい見てきたのでよいしょ。はい、こちらトランクフロアですね。まあ、水たまりにもなってなければ、まあ、シールね、これバックパネルとのシールなんですけど、これも純正のまんまでね、クォーター部分とのこのね、角っちょ、まあ一番ねお直しが入ってるようなところも綺麗ですね、うん。もちろんね、トランクもね外した形跡ないんですよね。後ろ回りもね、なんだ交換とかね、そういうのは入ってないので、うん、まあ、修復歴とかね、そういうのは問題なさそうですね。珍しいね、卓球で事故なしってね、なかなかいい車ですね。そしてこのエンジンルーム見てください。この車の売りは速取り OK でございます。タービンも透明タービン、これはね透明っていうのが見えますね。うん、改造内容をチェックしていきます。まあ、透明の、M8280 タービン、ここから見えますね。 M8280 タービンが入っております。それから HKS の
エアクリーナー、これねシュラウドのさらにこう延長されてね、結構芸が細かいというかきちんと作ってありますね。熱気吸わないようにファンがここ回るんでね、ファンが回った熱気がこっち回らないようにっていうんで、遮熱板入れてありますね。それから紅葉アルミラジエーター、ブリッツのオイルクーラーですね。それから、H ケースのインタークーラー前置きですね。で、エンジン周りはこれにインジェクター、これ見えるかな、コネクターブルーになってるんですけどね、インジェクターが、540cc のインジェクターがついております。で、サードの燃料ポンプ、インジェクターもサードのインジェクター 540cc、それに、まあ上がった分ね、いっぱい燃やした分排気も効率よくということで、サードのスポーツ触媒がここから見えるかな、サードのスポーツ触媒、それからよいしょ、ね、これねサードのスポーツ触媒に、中間パイプから履き元のマフラーと、よいしょ、履き元のマフラーということになっております。 D-MAX 新品って書いてあります。あ、本当だ、綺麗だ。 D-MAX ってどこだろうね。パイロットが風間、リアもなんだな。いっぱい入ってんね。で、デフも LSD。LSD はね、透明の 2way。ね、なるほど。かなり手が入ってるね。では室内見ていきます。室内もね、きちんと仕上がってますよ。ブリッドの運転席はブリッドのフルバケット。これ綺麗ですね。運転席のフルバケ綺麗です。それから、それからモモにデフィノメーター類、パワー FC、まあ FC コマンダーだね。それからブリッツのブーストコントローラー。助手席はレカロですね。レカロのセミバケット。まあ、助手席に優しい仕様ですね。で、ロールバーがぐるりと、こちら、入っておりますね。ちょっと乗り込んでみます。よいしょ。わ、すごい。久しぶりのこの、レーシングポジションですね。もう目線がこのブースト系でございます。ちょっとエンジンかけます。一発ですね、かかりもいいね。走行距離11,781キロ、正面がブースト系、それから、これがなんだ、オイルプレスだから油圧系、油温系、水温系ですね。右からですね、右から、油圧系、油温計、水温計となっております。で、ケンウッドのナビゲーションにオートエアコン、ブリッツのブーストコントローラー、それからパワー FC の FC コマンダーですね。すごいね、ポジションがね、もうほんとね、レーシングポジションで、これ見てもらったらだいぶ低いの分かるんじゃないですかね。ここですよね、ここ、目線がもうこんだけ上が空いちゃってる状態、30センチ以上あるんじゃないですかね。めちゃくちゃ低い。
とても綺麗です。このなんて言うんでしょうね、シフト周りのガタつきとかっていうのも全然ないんですよ。もちろんドア周りもそうですね。でこういったガタつきなく、ダッシュもね見てください、すごい綺麗。珍しいね。でクラッチはね、これ音聞いたら分かるように ORC のメタルツインプレート、メタルツインプレートか、結構だからガツンとつながるタイプかもしれないですね、メタルツインプレート。でパワー UC 入っててね、多分これ切っちゃってるのかな、トラクションコントロールと、コントロール、これはね多分つながってないんでしょうね。チェックランプが今点灯してる状態ですね。なんか良さそうだね、レスポンスもねめちゃめちゃいいですよ、音も最高、かっこいいね。エンジンもねすごくなんかガチャガチャ音が全く聞こえないですね。アルミホイールは将軍、フロントが245の4018ですね。蛍光黄緑がねすごいね。山もねバリ山、バリのタイヤのバリ山です。リア、こちらが265の3518、265の3518、こっちもねバリ山でね、まだすごいね。いいんじゃない、仕様的にも内容的にも程度的にも作りがいいもんね。ガチャガチャしてない、非常に綺麗にまとまってます。ちょっとねこちらあとは試乗して走ってね問題ないかどうかチェックしたいと思います。よいしょ。さあタービン交換のねチェイサー JZX100、 久しぶりのタービン交換でちょっとビビっちゃうね。まあね、あの前回でね、走るのにはねもう内容的にも仕様的にもサーキットじゃないとねこれ試せない車にはなりますけれども、まあ、調子いい悪いね、エンジンの吹き上がりだったりですとか、まあ、足回り、それからクラッチ、ミッション、まあ、こういったところね、通常も使うとは思いますので、まあ、そういったところに異常がないかどうか、ちょっとチェックしたいと思います。まあ、仕様的にはね、もう即サーキットで使える仕様かと思いますんでね、ちょっと楽しみです。エンジンスタート!エアコンね、今全開コールド、超冷たいの出てます。完璧だね。動きが、この左右の動きが若干渋いかな。まあ、見たことないな。スイングもね、きちんとなってます。クラッチがねやっぱりメタルなんでミートポイントがね結構狭いですね。慣れちゃえば多分大丈夫だと思うんですけど、走り出しちゃうとパワフルでねめちゃめちゃ気持ちいいですね。これなんだこれ、ギアもスコスコ入るし
クラッチもね、あのいつも以上に、スパスパつながっちゃうんで、すごい気持ちいいですね。まあ、今2速3000回転ぐらいっていうんですかね。安心感のあるパワーの出方って言えばいいですかね。まあ、動きがとろい分大きいんでね。エンジンはもうバッチリ吹けますね。まあ、ブレーキ踏んだ時にね、あのハンドルも左右に振られるっていうことはないですし、ギアもアップもダウンも、まあ、引っかかるっていうことないですし、まあ、まあ問題ないですね。これはね、今このご時世でこの程度とこの仕様はめちゃめちゃおすすめですね。中もしっかりしてるし、エンジンもしっかりしてるし、言うことないよね。エンジンも綺麗に吹けるよね。いや最高だったね。車的にはね、もうここ最近での100を見た中では僕一番好きですね。エンジンのパワー的なものも非常に素晴らしい内容の車かと思います。まあ、ちょっとお探しなんでしたらね、これ294万安いと思いますね。今仕様的にも内容的にも車検もね長いん でもちろんあの試乗もできる車ということなので、ぜひねちょっと気になる方は買うのにね、例えばパワー的にちょっと僕に扱えるかどうかなんていう不安があるなんていうことでしたら、ぜひ乗ってみてもらったらいいんじゃないですかね。やっぱり程度のいい車はねがどんどん少なくなってきますので、まずはきちんと乗って確認していただくことは非常に重要かと思います。ぜひご検討ください。嫌いじゃないんだよね。